こんにちは、ユッサです。みんな、パソコンは何を使ってますかうちは、Mac 使ってます。やっぱ、iPad との相性とか考えると Windows より使いやすいですよね。iPad は、すごくうちの環境を変えてくれたんだけど、やはり、手軽に調べ物や書籍を見れるのはいいですよね。メールチェックや動画見たり、普段使いは、iPad あれば、十分ですよね。ですが、 パソコンはは必要と思いますすうちはデスクトップ派ですノート使う人の中には持ち運べないからという理由でデスクトップは使わない人もいるけど持ち運ぶなら iPad でよくねと思いますね。Mac といえば最近 iMac が話題ですが今日はうちも使っている Mac mini を紹介するね。Intel の CPU とか話題の M1 の CPU とかも現行ラインナップにありますので。 自分に合ったパソコンを選べますよ現状最高のラインナップではないかなでもこれだけすごいパソコンでも現状使ってる人って少ないんですよねもっともっとアップルパソコンが普及して楽しめるパソコンになることを期待しつつ紹介していきますこの動画見てる人はアップルユーザーさんも多いとは思いますけど Mac 持ってなくて現在 Windows ユーザーだけど アップルパソコンも興味あるって人も多いと思いますそんな「Mac 初めてだよ」って人にも分かりやすく紹介していきますよでは初めにどんな人が Mac に向いているかを見ていきます自分に合ったパソコンでなくて Mac が嫌いになったって人は出したくないですからね音楽系やデザイン系は業界でも Mac が使われているケースが多いですからそういったジャンルでは非常にソフトも多く使いやすいパソコンになってくれます 反対に VR 系やゲーム系などは Windows オンリーなソフトがほとんどで Mac の不得意とするところですねただし Intel 系 Mac には Windows をインストールできるブートキャンプがありますから VR やゲームをとことんやり尽くしたい場合以外は結構普通に乗り換えも可能ではあります第1の選択 Intel 搭載 Mac mini を選ぶ場合音楽系やデザイン系が主な用途である場合は Intel 搭載を選ぶべきです 確かに将来的にはなくなっていくのでおすすめできないという Mac ユーザーもいるんですが Apple は生産中止になった機種に対してのサポートはかなりいいので現行で発売されている Intel 搭載 Mac はまだまだおすすめできますただし今から購入するには CPU は i7 メモリは最低 16GB できれば 32GB 欲しいところです内蔵ストレージは 拡張できないので 1TB は欲しいところ VR 系やゲーム系や本格的に動画編集やりたい場合は外付け GPU もあった方がいいですうちのパソコンは RX580 を搭載していますがかなり快適に動画編集もできていますゲームに関しても超重たいと言われるハイエンドグラフィックボードを必要とするゲーム以外は普通に快適に遊べますまあ 今となっては RX580 はローエンドに分類されるかもしれませんが発売当初はミドルクラスのグラフィックボードでしたからねそれに Mac と Windows を両方使えるのは大きいただ注意点として再起動が必要なことですかね Windows に関しては普通に Windows マシンとして使えますドライバなども Apple が用意してくれているので困ることはありませんただし外付け GPU などは アップル推奨のしか動かないと見ていいでしょう NVIDIA 系列は対応していませんでは第2の選択アップルシリコン搭載 Mac mini を選ぶ場合 M1 を搭載した新しい Mac パソコン現在 Windows はインストールできませんパソコンはメール使ったり動画見たり調べ物したりごく一般的な作業が中心の場合 M1 搭載 Mac はおすすめできます動画編集とかも 内蔵 GPU が高性能なのでかなり快適にできますただしゲームに関しては全く遊べないと思っていいでしょうゲームやりたいなら素直に Windows ですねただ動画編集に関しては RX580 搭載 Mac mini と比較すると快適性は同じくらいには感じる巷で噂されるほど高性能かって聞かれるといまいちってところですただこのパソコンには 唯一の特徴がありまして iPad などのソフトが実行できるこれはすごいです iPad のソフトを Mac に取り込めるので iPad ソフトを内蔵音源として使えたり音楽制作にはかなり重宝しますけど市販の音楽系のソフトはほとんど Mac での動作を制限しているのが多いのがネック案外個人制作のソフトは Mac 起動に積極的だったりしますけどねただ 過度なな期待はしないことでは、第3の選択、m 1 x 搭載 m a マックミニの発売を期待して、待つ。海外の噂では、出る感じに報じられているので、多分出ると思うただし、Apple からの正式発表はないので、実際はわからない。けど、出たらすごいでしょうね。CPU の高速化 GPU の高性能化は期待できます。そうなれば、 RX580 搭載の Mac mini では歯が立たなくなるでしょうから一気にアップルシリコン化に拍車がかかると思う。問題は値段でしょうね。できるだけ抑えてくれと願うばかりです。M1X に関しては別動画で話しているのでよかったら見ていってくださいね。とここまでおすすめな人について見てきましたが反対にどんな人が Mac mini に向いてないか少し話したいと思います。Mac mini は キーボード、マウス、モニターは別売りなので、それも一緒に購入するとなると、iMac の方がいいと思います。値段は少し高くなってしまうけど、Apple のモニターは文字も綺麗に表示されます。反対に、Windows で使っていたマウスやモニターを活用できるので、持ってる人は低価格に抑えられます。キーボードに関しては、Mac 専用のを購入することをおすすめします。うちは、 リアルフォースの Mac 版を使っています。文字入力はパソコンの要。あなたが Mac をずっと使い続けていくにせよ。Windows に戻っていくにせよ。文字がまともに使えなくて Mac を去っていくようなことはしてほしくないと思ってます。ここまでどんな人に Mac がおすすめか話してきました。次にソフト関連について話したいと思います。Intel を搭載した Mac が 結構長い期間発売されてきてますので、新しい M1 搭載 Mac にも互換モードが用意されています。しかし、CPU は全くの別物なので、やはりパフォーマンス的にも落ちてしまいます。ですが、M1 に最適化されたソフトは、M1 が発売され1年以上経っているものの、なかなか最適化が進みません。未だ、インテル Mac 用が多数を占めています。まあ、それが、 まだインテルマックが現役でいられる理由でもあるんですが、特に音楽系は、いまだ M1 は対応してない、もしくは互換モードで動かしてってソフトがほとんどです。いくらハードがすごくても、これでは宝も持ち腐れ、なぜ最初にインテル Mac を勧めたか、これが原因です。ただし、M1X 搭載のハイエンドなマックが出た場合、これが一気に覆されると反対に思ってます。その時に、 初めてアップルシリコンの時代がやってくると思います。そうなれば、もうインテル Mac は時代遅れの代物となってしまいます。が、それには Windows との決別も克服しなければなりません。これが結構の大問題。Mac 使ってる人は Windows のソフト使ってないのかと言われれば、ノーです。M1 で Windows のソフトが動く、クロスオーバーワインなどのソフトを試してみましたが、かなり動くソフトが限定されます。 が動くものは一部だけどあり結構使えるソフトもありますがそれが Windows との決別に決定だとはなりえませんねあとはだからこそインテル搭載 Mac は手放せません現在のパソコンのシェアが Windows が80%程度 Mac が15%程度 Linux が1%程度とのデータがあり Mac のシェアが少なくとも40%ほどになってくれれば ででできななないことも少なくなるでしょうけどね現行ソフトウェアは Windows も使わなければならないとだけ心に留めておいてくださいね Mac 信者の中には夢みたいに素晴らしいパソコンだと豪語してる人もいますがそれは幻想だと言いたいですね特にソフトウェアの観点からしたら Mac 事情はあまり楽しくないまあハードが素晴らしいとはうちも思ってますけどねでは そのハードウェアについて次に見ていくことにしましょう。Mac ユーザーの中にはごく少数だけどブートキャンプしか使わない人がいると聞きます。それなら Windows マシンで良いじゃないかと思いますけどその心情はわからなくはないです。なぜなら Mac のブートキャンプは1つの選択肢としての Windows マシンと言えないわけではないからです。Windows マシンの選択肢として Mac は成立します。Apple はあまり快く思ってはいないでしょうが、事実としてね。Windows の唯一の欠点として、ハードはメーカーそれぞれ独自に作っています。だから、どうしてもハードの違いや相性問題が起こってきます。しかし、Mac のハードは統一であり、そういった相性問題は起こりにくくなっています。それは、 ハードの安定性を第一度する Apple の考え方がブートキャンプにも反映されているからです。Windows マシンが他のハードに対して性能をどれだけ高められるかを重視するのに対し、Mac のブートキャンプは性能なんて二の次、Mac の優位性維持したいのとともに不安定になって Mac のブランド傷つけたくない、その思いが強いと思います。だから、Mac の Windows はとにかく、 他の Windows マシンに比べると安定性が高いそれが Mac の Windows が選ばれる理由かなそれと音楽関連で Mac はマッキントッシュと呼ばれていた時代からのソフトの蓄積があるそういったソフトは Windows では動かせないそれも Mac のハードの利点ですかねまあハードの違いを乗り越えて Windows に移植されてるのがほとんどだけどねここらへんは圧倒的な Windows のシェアがものを言いますね ここまでマックミニについてて紹介してきました今こそマックに乗り換えるジャストタイミングですよ。一緒にマック楽しんでいこうよ。いろいろマックについて語ってきましたがなぜこここまでマックにこだわるひとえにマックのシェアがもっと伸びてほしいからついでにうちのチャンネルも伸びてくれれば嬉しいんですけどまあそれは置いといて。マックには いろんな諸問題も多いけど、これだけ楽しいパソコンは他にないと思ってます。みなに使ってほしいですね。だから、今度出る M1X 搭載の Mac mini も余裕ないけど、即購入したいと思ってます。3代目の Mac mini、3つ並ぶと壮大だろうな。では、最後にここまで見てくれてありがとうございます。よろしければチャンネル登録、評価をお願いします。 じゃあ、またねー。さよなら。